シグザウエル P320 とは、シグザウエルゾーン社のアメリカ合衆国現地法人、シグザウエル社が設計した自動拳銃である。シグザウエル社が2014年1月のショットショーで発表した自動拳銃で、同社で初めて激発方式にストライカー式を採用した。フレームはポリマー、スライドにステンレスコーを使用、ピカティニーレールを装備している。 同社の P250 が元になっており、グリップモジュールマガジンは共用が可能、モジュラー構造による拡張性も引き継いでいる。サイズはフルサイズキャリーコンパクトサブコンパクトの4サイズが存在する。使用弾薬は 9mm パラベラム弾、40S&W 弾、357シグ弾で後に 45ACP 弾も追加された。 ガン2014年12月9ページ。シグザウェル、インク、アウォーデドザ・ユーエス・アーミー、コントラクト・フォー・イツ・ニュー・モジュラー・ハンドガン・システムシグザウェル、https、www.sigswar.com、プレス、リリーシズ。シグザウェル・インク、アウォーデド・ユーエス・アーミー、コントラクト・ニュー・モジュラー・ハンドガン・システム、MHS、2017年1月30日閲覧。 U.S. Army Fields Sig Zawel M17 M18 Pistols Sig Zawel HTTPS www.sigswar.com Press Releases U.S. Army Fields Sig Zawel M17 メートル1 8 Pistols 2018年2月28日閲覧ポリスチーフツーシークアプルーバルフロムミニストリーツーメイクダイレクトオーダーオブ15万 Sig Zawel Pistols タイ PBS、2015年8月21日、閲覧。デンマーク国防軍の新製式ピストルに、シグ P320X キャリーが選定。ミリブロニュース、2020年1月22日閲覧。ノルウェー警察が一部機関の標準サービスピストルに、シグ P320X シリーズを採用。ミリブロニュース、2020年3月1日閲覧。フランスの国旗。 ユヌヌーベルアルメデサービスポアーレエージェンツデラスゲ、ラポリスフェロビター、アクト州 17L、インフォポリスセキュリティテアリズマ、2020年3月1日、閲覧、ありがとうございます。